はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。6月は4日のですね、火曜日ですね、2時半です。日経平均はマイナス113円ですね、まあ、114円になりました。だいぶ戻してきましたね。はい、ドル円は 156.45 と、まあ、やや円高気味でございます。もしかしたらですね、来週の金利利上げを織り込み始めたのかもしれませんけどね。さて、ドルウォンちょっとまた押されてきましたね。今日1374というところに来てまして、朝からちょっと押され気味ですね。はい、行きましょう。大紀元にこれは昨日出ました記事ですね。おとといですね。中国の高速鉄道座席カバーの交換は半年に1回、高いくせに汚いと苦情殺到という記事でございました。なんやろうなと思って、日本はね、新幹線の座席が汚れていたという経験は私にはないですね。私も京都の出身でしてですね、もう東京にの方が長い、24歳からこっちに住んでまして、37年ぐらい東京に住んでます。37年ぐらい東京に住んでいてですね、どうでしょう、こう関西とですね、東京往復した1000回とは言いませんけどもですね、どうでしょうね、数百回は往復してますね。日帰りも多いですよ。日帰りも多いし、大阪のテレビに呼ばれたら日帰りですからね。まあ、数百回は往復してる。1年にですね、10回往復しただけでも370回でしょ。10回で聞かない年もいっぱいありますね。行かない時はね、今年は1回も行ってないなみたいな時は1回か2回あった気がしますよ。行く時はね、もう10回でも20回でも行きますからね。20回ぐらいザラに行ってましたね。なんでですね、新幹線乗りまくってるんですけど、座席が汚かったという記憶は1回もないですね。グリーンも乗りますしですね、普通のですね、自由席も乗りますし、指定席も乗ります。最近は普通に自由席で行くことが多いような気がしますね。テレビ呼ばれたらグリーンですけどね。若い時はグリーンが安かったのでグリーン乗りまくってましたもん。最近はグリーン高い、安い券がなくなりましたね。まあそれはいいんですけど、汚かったという覚えは一回もないんですけど、どうも中国はそうでもなさそうです。で、日本の新幹線の技術を元に作っています、中国の高速鉄道で。今はそれがオリジナルやって言いまくってますけどね。まあまあ、それはええとして。で、日本のですね、13倍ぐらいの総延長距離があります。あっという間に、この十数年でですね、日本の十数倍のですね、総延長距離、まだ作ってるみたいですね。もういらんと思うんですけど、まだ作ってるようでございます。まあ、それはええとしまして、ですね。その運営がですね、この写真を見てますと、座席の感じがなんか新幹線とよく似てるなという感じがしますけど、座席カバーがね、汚いという話でございます。行きましょうか。30日、中国の高速鉄道の座席カバーの交換は、半年に1回のトピックスは、中国 SNS のトレンド入りし物議を醸している。中国のネットユーザーからは、高速鉄道の席は高いくせに汚い、乗りたくないといった不満が噴出している。中国の高速鉄道の事情は文明国日本とだいぶ異なり、とにかく野蛮行為や迷惑行為が多いことで有名だ。伝統文化を破壊され、道徳は低下した中国人の中には、他人に迷惑をかけることになることなど気にしないという人も残念ながら少なくない。で、伝統文化が破壊され道徳が低下したというよりも、その前から一緒ちゃうのと、昔からお前ら変わらへんやんと僕は思ってますけどね。最近特に道徳が低下したわけではなくて、まだどっちかというと向上してるんちゃうんですか最近。
私はそう思いますけどね。中国の高速鉄道の事情は文明国は違う、伝統、じゃあこれも違うわ行きましょう。靴のまま前の座席に足を乗せたり、中には子供が座席の上で糞便をするケースも。迷惑をかけられた乗客同士のトラブルが殴り合いの暴力事件に発展することもしばしばニュースになっている。このほど高速鉄道の座席は汚い。カバーは破損していてずれ落ちているし、中身が黄色くなっているという中国の SNS の投稿がもう拡散されて話題になった。投稿者は座席の清掃やカバー交換の件について高速鉄道のお客様センターにまで問い合わせており、それによると座席カバーの交換時期は特に決まっていないという回答が返ってきたという。高速鉄道の席が汚いということに関しては多くのユーザーが賛同している。中にはこの前高速鉄道に乗ったら座席に糞便があったああこんなことあるんですね。鉄道員を呼んだが相手にされなかった。しょうがないから私は8時間も経ったよといった忘れられない体験について明かすユーザーも少なくない。糞便があったりしたら日本大騒ぎですよねほんまに。ネット上で不満と罵声があふれかえる中、中国国内の高速鉄道の運営を担う中国国家鉄路集団有限公司は30日公式 SNS を通じて次のように回答。一般の座席カバーの交換サイクルは180日、まあ、つまり半年に1回ということですね。180日間に1回交換するとの公式回答をめぐって世論はまたしても不満が噴出。半年に1回だと長すぎない、半月に1回は交換しろよと。180日と聞いても高速鉄道に乗る気失せた。料金は上がったのに質はちっとも変わらないじゃないか。高いくせに汚い、高速鉄道の座席は汚い。カバーは破損してずれ落ちている。中身が黄色くなっているとして中国 SNS に投稿したユーザーが撮影した車内の写真、これ、ちょっとあもう見れませんね、はい、一瞬見れるんですけどね。これで終わってます。さて、日本の新幹線はですね、座席のカバーですね、この後ろのこの辺についてるやつですね、白いやつ、あれをどれくらいで変えてるかと言いますとですね、東海道新幹線を運営しているのは JR 東海という、まあ、これ名古屋が本拠の会社なんですけど、ここのやり方は終着駅に着いたらですね、交換ということですね。例えば新大阪、東京の場合ですね、新大阪発で東京に着いたら1回交換、その列車がですね、また次新大阪に行ったらと交換と、そういう方式らしいですね。少なくともですね、JR 東海はですね、それで1日何回も交換するんですけど、新幹線は JR の東日本と西日本を運営しまして、まあ、それぞれ基準が違うようですけども、1日に1回は交換するみたいですね、最低限。で、汚れてると判断したらすぐに交換するというのは、これは原則らしいですね。それに比べて180日と。まあ、そのサービスというね、消費者に対するサービスという概念が全然違うんでしょうけどね。新幹線こう東京に着いてまた折り返す新幹線というのはですね、着いてからですね、ピンクのおばさんたちが清掃するんですけど、あれが確かですね、総分数10分かな、で何があろうと全部きれいにするんですね。それがですね、神業やって言って一回10年ぐらい前に話題になったことがありましたね。まあまあ、いかにも日本らしいこうシステムですけど、もうどうなってようとね、トイレが詰まってようと何があろうと10分らしいですよ、おばさんたちが。私も新幹線ね、だから申し上げた通り多分数百回は往復してるんですけども、東京関西間をですね、まあ、私京都で降りることの方が多いかな、大阪で降りるよりも。1
回たりとも不愉快な、そういう面で汚いなんて思ったこともないし、不愉快なですね、そういう面で不愉快な思ったことはないですね。最近車内販売がなくなったんでビール買えへんやんってなりますけど、そんなもんお前勝手に買えみたいな話ですね。自動販売機のところまでですね行くのが大変みたいなのがありますけど、だからビールは事前に買っとかなあかんということですねまあそれがちょっと不便かなという、最近はね、昔は車内販売あったんで必ずこうビールを売る買えたんですけどね、あれがなくなったかなと。まあその代わりホームにねコンビニみたいなのができてだいぶ便利になりましたけど、中国ではですね、座席の上に糞便が乗ってるらしいですよ。はい、皆さんも気をつけてください。この大期限ですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。